エクトビズガールの筆にエクトビズガールは、デンマークのバイレ近郊にある村エクトビズで1921年に、発掘された若い女性の遺体である。3000年以上前の北欧製銅器時代に、埋葬されたにしては、保存状態が良く、ハノストロンチウムの同位体比から、死亡時推定年齢は16歳から18歳くらい、その他の解析により、身長160センチで、長い金髪に、 体型は華奢であったこと、手の爪をきれいに手入れしていたことが知られる。遺体を収めた棺は、直径約30メートル、高さ約4メートルの墳墓から発掘され、埋葬時期は、丸木の棺を調べ、年輪年大学の視点から、紀元前1370年と推定された。この女性の着衣に基づくレプリカ、青銅器時代の北欧の服装、 この墳墓は1921年に発掘され、中から多くの丸木の棺が発見された。棺は未開封のママコペンハーゲンにあるデンマーク国立博物館に移送され、蓋を開いたところ若い女性の遺体が見つかった。この女性はエクトビズガールという通称で呼ばれるようになった。棺が発掘された墳墓。時代と共に持ち去られた土や石を盛り直した。 エクトビズガール博物館外観。発掘記録、服装品や着衣のレプリカを展示。エクトビズガールは牛革製の服を着込んだ状態で埋葬されていた。肘まで達する袖付きのゆったりしたチューニックを着ていたが、ウエスト部分は素肌を露出し、短い細紐を連ねた膝丈のスカートを履き、足の横にゲートル状の細目が添えてある。また、制度性の腕輪を装い、 スカートの上から大きな制度製の円盤を腹に当て、羊毛製のベルトで固定している。その足元の布の包みは、推定後、6歳の幼児の仮装された骨を収めてあった。頭のそばには、白樺の樹皮でできた小さな箱が置かれ、中身は制度製千枚同士が一つ、制度製のピン複数本、ヘアネット一点である。埋葬者は、動物の角でできた櫛を、 腰のベルトに留め付け、イヤリングをつけさせている。その服装は断定はできないが、現在のシュバルツバルト地方のものである可能性が高い。サイエンティフィックリポーツ2015年5月21日号によると、デンマーク国立博物館で調査分析を行った、考古学者カリン・フレイラが、遺体各部位のストロンチウムの同位体比分析を行い、歯のエナメル質の検査結果から出生地は、 エクトビズから8 0 0トルも離れた現代のドイツ南西部であり、毛髪と親指の爪の測定値からは少なくとも最後の2年の間にデンマークと生まれ故郷の間を二度行き来していたという。当時の社会状況と照らし合わせて考えると、彼女は公益の利権のために、故郷から遥か北方の部族の主張につぎ、そこで公益などの交渉役をしていたと考えられるという。 他に、ユトランド半島出身であるとする反証、さらに副葬品をもとに生まれは北海を挟んだ、現在のノルウェーもしくは、スウェーデン行きないとする、第三の説も提示されている。エクトビズガールの埋葬者は館内に、牛の毛皮を敷いて、遺体を寝かせ、着衣の上から毛布で覆うと縁に沿って生、洋の小切り草の花を手向けてから、棺の蓋を閉じている。 花は埋葬時期が花器であったと示し、また副葬品の樹皮の桶の分析から、中身は小麦と蜂蜜に西洋チアナ柳とコケモモの4種を原料とするビールであったことも分かった。エクトビズガール紙につけていた独特の衣装は、戦士時代の北欧に類例がいくつかあり、北欧製銅器時代の一般的な服飾の良い保存例として発掘当時に大きな反響を呼んだ。 およそ3500年前の遺体でありながら、頭髪保護遺体の一部が、比較的良好な状態で保存されていたのは、埋葬地の土壌が酸性で寒冷な湿地帯のため、腐敗を遅らせたからである。エクトビズガールの衣装は復元され、デンマーク国立博物館に常設展示されている。遺体の発掘地付近に立った、エクトビズガール博物館では、 発掘当時の状況の記録だけではなく着衣他のレプリカも公開している。環境放射能研究会、高エネルギー加速器研究機構、KEK、e、予報集、2000年、虫度 BA54341803。ありがとうございます。